伊崎春次二2月5日から1943年7月12日は、日本海軍の軍人。最終階級は、海軍中将。福岡県出身。1914年12月、海軍兵学校を卒業し、1915年12月、海軍少尉に任官。海軍水雷学校高等科で学ぶ。桃乗りくミネ風、夕張、川内の、 各水雷町県分隊長などを経て、1926年11月、奈良区逐艦長に就任し、翌月、海軍少佐に昇進。1927年12月、栗区逐艦長に着任、足浅薙の各区逐艦長を歴任し、1931年12月、海軍中佐に進級。県、夕薙区逐艦長。 真コ陽光部参道県宝庫島要塞参謀、キールン要塞参謀、四季並み駆逐艦長、第21水雷戦隊司令、横須賀鎮守府付、第9駆逐隊司令などを歴任し、1936年12月、海軍大佐に昇進した。1937年12月、第7駆逐隊司令に転出。川内艦長を経て、 1939年11月から1941年1月まで、西条官長を務め、この間、人通官長、摂津特務官長を兼務した。その後、横須賀鎮守二家、クレ鎮守二家を経て、1941年4月、麻ヤ官長に就任。クレ鎮守二家を経て、同年11月、クレコー。 ストム部長に就任し太平洋戦争を迎えた。1942年11月、海軍少将に進級。1943年1月、第二水雷戦隊司令官に就任。同年7月、コロンバンガラ島を機械戦において、機関、人数が戦没し運命を共にした。死後、海軍中将に進級。ありがとうございます。